なんですよ。あんまり明るい歌とかが、もう分かっていただいてと思いますが、明るい歌を歌えるようなテンポがなくてですね、この雰囲気がすごく好きで、ちょっとやってみようかなと思いますね。はい、斉藤和義さん、教習聴いてください。